皆さん、この人何を考えていると思いますか？じゃあこれは笑ってるように見えますか？今の若い人たちはこの大事な眉毛とそれから口元を隠してしまうことがあります。例えば前髪パツンって切るの流行してますよね。それからマスク、口元を隠してしまうことがあります。そうするとあなたが何を考えているのか、何を伝えようとしているのか、ちょっと分かりづらくなってしまうことがあるんですね。とっても残念です。人は分かりやすいものに対して安心感を抱くと言われています。セルフマーケティングという学問では、あなたが何者であるか、そしてあなたがどんな価値を持っているのかということを探っていきます。色彩学、表現学、コミュニケーション学、ジャーナリズム、これをさまざまに組み合わせてあなたにどんな価値があるのかを見つけていくんです。セルフマーケティングという言葉に馴染みがないかもしれませんけれども、こういう言い方はどうでしょうか。自分の取扱説明書を作る。あなたがどんなふうに生まれて、どんなふうに育って、どんな特技を持っているのか、そしてどんなことをしたいと思っているのか、あなたの成長の道筋を一緒に探していきます。心理学ではこの青年期、モラトリアム時期といって、自分自身が何者であるかを探っていく時期と言われています。そんな時期に、高校生から大学生の時期に、自分が何者であるかをセルフマーケティングで探していきましょう。そして自分の価値が分かると、自分のブランディングができます。自分がどんなに素晴らしい人間であるかを確認し、この世の中に流通させていくことができるのです。セルフマーケティング、あなた自身が本当に何を学びたいのか、あなた自身がどんな価値を持っているのか、そんなことを発見できる学問です。